じゃ。今日は何ですか。今日は女子だけが練習してたっていうことなんで、前回鈴木くんに教えてもらった寝技のまあ半で突き、アラフォー A ちゃんはどんなズルをすれば勝てるのかを、まあ横にいる鈴木くんに教えを請いながら、わかりました。まあ勝てるか勝てないかちょっとわかんないんですけど、それをちょっとやっていけたらなと思うんですけど、でまず、まあ1本目は普通に何もない状態で戦う。でじゃあまあ多分それ負けると思うんで。2本目は四つん這い、2つ目に足抜き、で3つ目に脇すくい、で4つ目に抑え切り。まあ抑え切りまでいけばまあ勝てるかもしれないっていう感じで、ちょっとまあ、はい、向こうにちょっと控えてるんで、はい、やっていきましょう。はい、よろしくお願いします。今回今日ちょっと全国3位の女子の柔道部がいたので、その子に女子だったらどうなるのかっていうのを今回取っていこうかなっていうふうに思います。わかりました。はい、頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたか。良かったです。どうしたら強くなりますかね。技のポイントを抑えるのと、はい、体の力をつけたらもっと強くなると思います。わかりました。次は基礎練習頑張りたいと思います。どんな基礎練習がいいですか。じゃあ今度は、女子柔道部の寝技補強っていうところから入ってもらったら強くなると思うんで、寝技補強、はい、参加してください。わかりました。じゃあ次は女子の寝技補強から入って、仕事おじさん頑張ります。ありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。
ます。